横須賀東日本です。では10時55分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに6号向こう人線上り方向の情報です。江戸バスジャンクションを先頭に2キロほど交通集中のため渋滞しています。続いて東北道を宇都宮方面へ向かわれる方に通行止めの情報です。吹雪のため午前2時12分より芝川一帯から矢吹一帯までの区間で通行止めになっています。引き続き常磐道を宇都宮方面へ走行中の方にお知らせします。柏一帯から野庭サービスエリアまでの区間に通行止めになるという第1報が入りました。ハイウェイラジオ常磐道三郷通りお伝えしました。